Okay.
大塚沙耶です。ヤッホー。フィフスライブに向けてですね、私たちポピパメンバーに特訓が用意されているということらしいんですよ。大塚さんが身につけるべき能力は度胸、度胸を鍛える特訓は路上ライブです。路上ライブするんですか私。やばいな。私高校1年の15歳の夏から4年ほどね、路上をやってたことがあるんですよ、アコギで。ちょっと待って、私の私物のアコギです。私いきなり引き当たりするんですか。路上じゃなくてここ車内ですよ、車内ライブですよ、大丈夫ですか。ちょっと待って、本当におはようございます。日が落ちて歌声は星となり、次はどこですか。新宿ですか。頑張ります。というわけで到着しました、新宿西口です。イエーイ。やばくないですか、こういきなりこのなんかあのハードルマックスみたいなところに連れてこられました、またまた。路上の聖地として憧れての場所でもありますから。ちょっとお客さんもね、泊まってくださって2名様ほどありがとうございました。
客さんが1人でもね2人でもまあ泊まってくれるっていうのはやっぱりありがたいなと思いながらやっておりました。バンドリの聖地といっても過言じゃないんじゃないですか。いやここまで来たなって感じです。ここは山下公園です。私も高校の時に結構ここが通学路だったんですね。ドンピシャで、ここら辺でいいんでしょ、夢が溢れ続けてる。あ、すごい路上ライブやってます。やっぱりこの街が私は一番好きだし、ここで歌ってた日々が本当に大事だから、なんか素直に嬉しいですね。じゃーん、はい、やってきました。横浜駅東口高島屋前、ここはですね、何を隠そう、私が4年間路上ライブをしていた場所でございます。今日の最後に心を込めて歌いたいと思います。ずっと忘れないで全部のお仕事を頑張っていきたいなって思いました。